には十分注意をしておりますが、こちらで不当要求などでお困りの方は暴力。今日は10月の14日土曜日です。江東台公園に来ております。今日明日にかけて餃子フェスっていう、なんか全国の餃子が集まってそれを食べることができるお祭りをやってるみたいで、早速ちょっと行ってみたいと思います。めっちゃ混んでる。探せば空いてそうなところもありますね。人は少なくないけど比較的空いてるっていうところがありそうですけど、ちょっと食べ物買う前に一周してみましょう。気持ちこの県庁とかある方の道路を渡った方の公園の方が空いてる気がするんですよね。ちょっとこっちも覗いてみてから餃子は買おうと思います。あ、やっぱりこっちの方が空いてますね。もうなんかこっちは餃子じゃないものも売ってますね。餃子以外のものがこちらで売ってるんだ。あの正面にあった地図を見た感じだと、ここ上がると飲食スペースがあるみたいです。あ、ここか。あ、結構空きありますね。結構空いてるところがあるので席は取れそう。あの9月の初めにあったジャズフェスに比べるとかなり人が少なく感じますね。あの時の混み方は本当やばかったので。今ちょっとフラフラ歩いてたら、この常禅寺通りの真ん中の部分でもなんかやってますね。なんか食べ物じゃなくてフリーマーケット的な感じですかね。なんか小物とかを売ってる雰囲気がありますけど、まあ、大体餃子の価格は1個700円とかですかね。700円のところが多いですかね。めちゃくちゃ空いてる。チャンス。なんか今の時間奇跡的にどこも空いてますね。湘南餃子ゲットです。さすが専門店の餃子届けあって美味しいですね。黒トリュフチーズ餃子と味噌がついた水餃子、いい感じの席取れました。餃子は残ってますがビールがなくなってしまったので再び売り場に来たんですけど、嬉しいのは結構探すと食べるとこ空いてるんですよね。なのでこう見えて結構空いてるっていうのが嬉しい。お店も混んでるところはめちゃくちゃ混んでるんですけど、こうやって空いてるところもあるっていう、多分ね混んでるところがかなり有名店でそれをお目当てにして来てる人も多いから混んでるんだと思うんですけど、でも特にこだわりない人はこの空いてるお店を。あれ、これどこだったっけ。あ、そうだ、川崎って書いてあったところ。それで
川崎の餃子、そしてビール2杯目ゲット、あとさっきの水餃子の残り、似たような席取れました。なんか僕のステージみたいになってるところ結構穴場で、かなり座れるところが、まあ地面ですけど、青葉餃子誰もいませんね。いつでも食べれるからか、さてこっちは結構いろいろ食べたので、この広場の方じゃなくて道路を渡って駅側の公園に行って、あっちも結構食べ物屋さんとか、あの餃子系じゃない食べ物屋さんとかあったりとか、あとあっちの方が食べるスペースが空いてたりするので移動します。さてさて空いてるかな。あ、そっか、こういう階段にも座れるから、かなり座れるところはありそうですね。あ、全然空いてるじゃん。これさっきの水餃子のなんかピリ辛マーラー、あの味噌と2種類あるんですよね、味が。あとこれは肉巻きおにぎり。暗くなると一気に寒くなってきますね。締めはこのイカ焼き串で。もうかなり暗くなりましたね。今5時半ぐらいですが、このイベントは6時くらいに終了するみたいなので、そろそろ撤収します。明日は5時で終わっちゃうみたいなので、今日より1時間早く終わるらしいですが、そろそろ帰ろうかと思います。完全に暗くなっちゃいましたね。まだ6時にもなってないんですけど、暗くなるのが早い。あと15分でお祭りが終わりのようですが、まだやってるお店があるので、ごゆっくりどうぞってアナウンスが流れましたが、なのでみんなゆっくりしてますね。すごい、もうお祭り終わりの時間ですが、ギリギリまで頑張って売ってますね。